私の展示会まではあと1ヶ月、残り1ヶ月。今から私の頭の中にたくさんやりたいこととかあるから紙に書きます。私は彫刻家だけど、彫刻を作るだけじゃないんだよね。個展のためには作品を作る以外のこともいっぱい仕事がある。それをちょっと紹介できたらいいかなって思ってる。展示会の時、オリジナルグッズも販売しているよ。毎回デザイナーさんと一緒に作っていて、これはピンバッジ3種類。パグ、タレ耳とプーリー。台紙はウールとキャンバスの生地を重ねて作っている。次の日、私は新しい刺繍に取り掛かった。毎回下書きをしないで縫うことで、偶然出てくる線の歪みを大切にしている。私にとって刺繍は日記のように些細な日常を切り取って作品にしている。私が靴下を集めるのが大好きだから、靴下コレクションのイメージ。こういう感じの刺繍、こうやって飾る。あとはこれですね、絵もこういう感じで。この最近始めた粘土の作品も、あとタイトルと制作年、素材、サイズのキャプション。キャプションね。ありがとうございます。今日は今から会場のレイアウトを考えるよ。今はこれ、大きな作品を作ってるよ。次の展示会のメインビジュアルになる作品です。すごく重いから、ここの中をね、今くり抜いてます。中を掘ることで重さを減らすってことも、軽くできるってこともあるんだけど、中のね、水分を取って早く乾燥させて、ひび割れがこれ以上起きないようにするっていう意味もあるんだよ。やっとね、夏が
終わって今もうだんだん秋に向かってるんだけど、やっと涼しくなったね。そして今日は雨が降ってる。この雨の音の中、ザーっていう雨の中で火を掘るのがすごく好きなんだよね。そう、展示会までもうあと1ヶ月はないんだけど、余裕があるわけじゃないけど順調って感じです。じゃあ頑張ります。今日はこのトレーナーを染めるよ。かわいいグッズを作るよ。今回の展示会のテーマがビートルズのあの曲 I got the feeling から撮っていて、ロックなグッズが欲しくなった。いろいろ考えた結果、タイダイ染めを自分でやってみたいなと思って、スウェットシャツをタイダイ染めしてみることにした。私バージョンのタイダイはダルメシアンとかポインターの模様のようにしようと思った。最初に輪ゴムで縛って染料をまだらに染み込ませて5時間以上待つ。その後染料を洗い流して色止めの薬に20分くらい漬け込む。思った通りの模様、すごくかっこよくなった。最後に水でスウェットシャツを洗い流して乾かしたら出来上がり。この作品は展示会のメインの作品、その名も I got a feeling。 クスノキの丸太を切り出したのはだいたい2ヶ月以上前で、これは掘りながら全体のイメージを固めてきた作品。いろんな種類ののみを使って形を作っていくのは本当に楽しい。毛のラインを作るときは平のみで切り込みを入れてから真横にのみを入れていく。同じような工程を何度も繰り返していくけど、私にとっては毎回同じではなくて、木の表情がどんどん変わるから飽きずにいつもワクワクできる。出来上がったスウェットシャツにデザインを合わせていく日。もともとのイメージから新しく絵を描いていく。最初に墨を使って絵を描いて、その後私の絵をデザイナーさんがデータ化してシルクスクリーンにプリントしてくれる。座ってください。ありがとう。Thank you。今日は9月の30日の月曜日です。今日入れて残り12日となりました。そう、もう2週間はないんだけど、まだやることはたくさんあるよね。
今日はまず絵をもう少し描きたくて、今日の夕方にお店屋さんに行って額装してもらいます。あとは、彫刻の仕上げをね、明日明後日し明後日 と、彫刻をもっとたくさん彫って色を塗ったりして仕上げをしていくのと、粘土の作品、タイニードッグシリーズって新しくやってみてるんだけど、それのちょっと粘土をねやったりとか、それもしたいし、刺繍の作品も今5個完成してます。で、残り1つどうしても作りたいアイディアがあるから、それを頑張って、仕上げたい、今こうやって言葉にするとできるような気がしてくるね。展示会の前ってすごいこう楽しみな気持ちがこれくらいあるとしたら、それと同じぐらい緊張したり不安になっちゃう気持ちがあったりして、まあいいでしょう。じゃあやりますか。頑張ります。レッツゴー。今楽屋さんに着きましたよ。この仙台のね、画材屋さんで絵を額装してもらいます。これね、たくさん描いたやつ、楽しみだよ。このメインの作品は彫り終わり間近だから、もう一つ新たに彫刻を作っちゃう。このアイディアは実は前からあって、ずっとアトリエの端っこで私のことを待っていてくれた。あーんと口を開けてこっちを見ている柴犬、大声で I got a feeling を叫んでる様子にぴったりだと思った。思ったよりも手が進み、かっこいいのが彫り上がった。そのまま着彩に進む。絵の具は油絵の具を塗り重ねて、乾いたらまた少し彫って仕上げにまた塗っていくよ。お食事が2点でお間違いないです。はい、ありがとうございます。見て、あそこの後ろ見えるかな、絵をピックアップしてきました。全部で18枚ピックアップしてきました。展示会まであと6日です。今日は何をするかというと、この後今仙台にいるんだけど、松島に戻って、でその後彫刻の残りを仕上げます。頑張ります。じゃあ松島に戻ります。
これはタイニードッグシリーズといって、石粉粘土で作っている手のひらサイズの彫刻シリーズ。これを作ろうと思ったきっかけは、今年私がちょっと病気をして手術をするために入院をしたんだけど、その時に心の友達として小さなぬいぐるみを持っていったんだ。その小さな存在にとても安心した経験から、どこにでも持ち歩ける作品を作りたいと思った。このサイズなら仕事のデスクの上や旅先にも連れて行けるよね。色も元気が出るビタミンカラーやビビッドなものが多いよ。今日は展示会の前に大切なことをやります。ヘアカットだよ。レッツゴー。感じ。おお、いいね。やっほー。今日は10月10日。今日何をするかっていうと、運ぶもの、持っていくものを一回整理整頓します。そして、おいしいおいしい犬サブレっていうクッキーがあるんだけど、それを友達の、お菓子屋さんが作ってくれたので、それを受け取ったり、持っていくものチェック。まずは彫刻でしょ。あとはこの彫刻を載せるための、台座。あとはたくさん絵を描いたから、絵をちゃんと全部あるかチェック。あとは刺繍の作品もチェック。あとは小さなタイニードッグシリーズで、小さい犬の彫刻を粘土で作ったんだけど、それの最終チェックもする。はい。I'm scared。 どうしよう、詰めなかった。持っていくもの全部確認するよ。あとこの台座全部、はい、これも、はい、あとこれ、これ、これ、あとこれ。Everything in the car? いや、あともう少し乗せるけど、90% は乗せました。Yes. Are you excited? いや、あともう一つ心配は、安全に運転して盛岡に行くこと。And then I'm going on the 新幹線。そう、アドリは新幹線に乗っていきます。お、どうして？乗るスペースがないから。じゃあ、See you in 盛岡。Okay. Bye bye. Bye bye.
盛岡ですよ。今回の I've got a feeling はどういう意味ですか？はい、今こんな風に感じてるんだよって叫んでる、うん、なんかわーって叫んでるイメージ の、うん、あの展示会をしたくてこのタイトルにしました。でメインピースを紹介してくれる？見てください。いやすごくこう力強くて、そしてちょっと面白い雰囲気、そういう自分の中の気持ちをこういう風に表現しました。誰が最初に来るかな誰が最初のお客さんかなじゃあ、good luck。 はい、ありがとう、頑張ります。はい、最初のお客様お久しぶりです。ご苦労です。残念ながら今回は犬のお客様はお外までとなりました。ごめんねイギー。無事初日を迎えられたこと、たくさんのお客様に来てもらえたこと、とっても嬉しかったです。それが好き？すごい見られてる本当にありがとうございました。